まずは初出場おめでとうございます。ちょっといくつか、質問させていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんだろうな、まさか驚きが強かったのが言われて正直なところですけど、まあ、入ったからには、まあ、出る可能性も、今まではメンバーに入れなかったので出る可能性はなかったですけど、自分が本当に出るならばそこに向けて準備したいなと思ってたし、まあ、逆にそのメンバーに入れてない時期が長かった分、メンバーに入れてない人の気持ちだったりとかそういうのは分かってたので、そういう人たちのためにも頑張ろうっていうのは思ってました。もちろん札幌さんの試合は見たりとかはしましたけど、あんまり自分はそういう前日とかにこう緊張というか明日のことを考えてとかあんまりなかったですけど、まあ、普通に過ごしてたっていうのが実際のところではあります。まあ、前半終わって、まあ、3対0でリードしてる時に、まあ、ベンチのサブの選手もそうだし、まあ、出てる選手には準備しとけよっていうのは結構言われてたので、まあ、もしかしたら本当に自分の中でもあるかもなっていうのを思いながら準備してて、まあ、本当に呼ばれた時というのは本当に何だろうな、来たなっていう思いがあったし、まあ、時間も限られてたのでその中でやりたい、自分のできる最大限のことはやろうと思ってましたし、まあ、でもそこで出るところに待ってた時のそこの景色だったりとか、まあ、出た時の、まあ、リオホ君と一緒やったんで、まあ、どっちの拍手か分かんなかったですけど、まあ、こうサポーターの方々だったりそこのスタジアムの雰囲気みたいなのがすごく、ああやっと立てたんだなっていうのが、まあ、緊張というよりはもう本当にやっと立てたっていうか、まあ、自分はアカデミーでずっと見てた身でもあったのでホームで立てたのはすごく嬉しかったです。えぐってクロスは上げさせませんでした。いいですね、山内選手もチャレンジしてますよね。はい、入る前からタカさん監督からはリョウ君が来た時に相手が来ればそこのスペースが空くからそこに抜けるようにっていうのは言われてたので、まあ、それをまず言われたことをやったら本当にリョウ君からいいボールが来たので、まあ、もう自分的にはこの相手外して中の選手は見えてたのでっていうのはあったんですけど、まあ、結果的にその目の前の相手をうまく外すというかところまで行ったんですけど、最後のところで、まあ、最後武藤選手に出せなかったのは反省だなっていうのはありますけど、はいですね、大学の先輩団地と伊藤真選手を、いやいやいや、そこまではいかないです、コースまだ確かに伊藤真選手とアシストしてます、カットした菊池、山内、山内前を向いてシュートだー、すげろ、神戸サポーターが湧き上がります。終わってからリホ君に言われましたけど、そのままスルーしてリホ君は自分でシュート打ちたかったなみたいなことは言われましたけど、まあ、そこで自分がボールを持った時にある程度時間もありましたし、まあ、目の前に相手がいるなって分かったし、まあ、その選手を外せばもっともっとコースが空いて前にプレーできるなっていうのはまず思ってたので、外した時に目の前が開けたというかスペースがあったので思い切って打ってみようかなと思って、選手のみんなもそうですし、まあ、コーチングスタッフとかスタッフの人にもあんなシュート打てたんだって言われるぐらい自分もそんなに練習から出てたわけじゃないのでまあこれから、まあ、一本でも多くというかああいうシュートを打って次こそは決めればなとは、はい、思います。自分としては一生忘れられないデビュー戦を、まあ、短い時間でしたけど飾れたっていうのはすごく大きかったなと思いますし、まあ、勝利した後の、まあ、神戸参加であったりとかスタジアムを最後回った時のサポーターの歓声だったりを何度味わってもいいと思うので、少しでも味わえるように
日々の練習会やるしかないなと思いますし、次は、まあ、ゴールだったりアシストだったりとか目に見える結果だったりを残せるようにまずは練習から頑張っていきたいなと思います。ホーム初勝利を飾れたっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますし、まだまだこれからリーグも続きますし、まあ、カップ戦、まあ、ACL も本当に今年は試合がたくさんあるので試合に来れなかったりとかもするかもしれないですけど、まあ、本当にテレビでもそうですし少しでもあの現地に足を運んで、まあ、僕たち選手と一緒に戦ってくれれば間違いなく力になって毎試合戦えると思うので、ぜひこれからもというか今でも僕はすごく満足ですけど、より一層素晴らしい応援をしてもらえれば僕たちも頑張ると思うので、これからも応援よろしくお願いします。